カレンちゃんとお兄ちゃんの熱愛スクープ写真が激写されるに対するみんなの反応集。カレンちゃん、トレーナーとラブラブお泊まり温泉旅行か、熱愛ツーショット激写。カメラ目線ちゃん。カメラ目線でも可愛い。激写されてるのに余裕あるな。カレンちゃんだからいつでも被写体になるときはバッチリなのか、それとも自分で撮ったのか。自分でリークしてそうだけど可愛い。インフルエンサーなカレンちゃんがメディアの力使い始めたら勝ち目なくね。カレンちゃんはそんな可愛くないことしない。何が可愛いかはカレンが決めるね。がっつりこっち見ててダメだった。スクープされちゃったね。お兄ちゃんどうしよっか。お兄ちゃんさんは夜通し滝行を続けていた。なんかカレンちゃんの私服Aマルチじゃね。俺どの服着ててもAマルチだと思う。カレンちゃんならマスコミを利用するのなんか朝飯前。問題はお兄ちゃんの理性の盾を壊すこと。この後めちゃくちゃ浮いた。こっちの方がスクープじゃね。激写。カレンちゃんのお姉ちゃんビールを樽で購入。もうダメだ。カレンちゃん可愛すぎておかしくなる。かっこ出家するのです。愛別陸の果てに可愛いリンネからの下脱が。お兄ちゃんがそうやって滝行とか下脱とか無駄な抵抗するからこういう手段取ったんだよね。腹くくれ。ふう、仲の良い友達と言っておいでカレンちゃん。みんな予定が埋まってるの。カレンを一人にしないで。でもお兄ちゃんがすぐに応じたら応じたでなんか違うってなりませんか。このシーンはチラチラ見られてるのに気づかないトレーナーが鈍感すぎる。カレンちゃんの場合盗撮してもカメラ目線してそうで怖い。ダメです。どうやってもスキャンダルが起こりません。赤鬼馬ドル馬スタグラマークリスマスにダブル朝帰りで表紙はすっちまったんだ。なんとか捏造すっぞ。あやべゴーあっつぶ。しゃ、なんだ今のの太くて汚ねえ声は。やはりカレンちゃんのそばに男がいるな。カッコ歌手、グビグビクハ、グビグビクハ、カッコ歌手、水みたいに飲むのやめなよ。関係各所に写真は回しておいたっす。だからいい加減自分解放してください。お願いします。自分もトレーナーとデートあるんすよ。オルフェのトレーナーさん、ドリジェに部屋の隅まで追い詰めさせて首筋甘噛みさせるプレイしてたよ。仏教に帰依したからクリスマスは祝えない。じゃあ花祭りはカレンと朝まで添い寝飯しよっか。今の妹トレンドはカレンちゃんじゃなくてビブロスっすよ。記者さん私の名前はビルシーナでお願いしますっす。ビブロスはマジでヤバいな。妹キャラ最強になる可能性秘めてる。寮の部屋に戻って綾部さんすらいない寂しさに震えながら爆熱な布団に包まれて今日も眠れないんだよね。あっつ、汚い悲鳴助かる。普段の声とかももちろん好きなんだけど聞いたことないはずなのにこの声が一番好き。熱愛スクープより布団乾燥機で熱愛された布団だわ。それよりカレンさん聞いて今日あの人ったら私にクリスマスプレゼントって指輪をね。カレンもうね回す。そうね、早く寝ないとサンタさん来ないものね。むしろなぜ早く寝なかったのかしら。カレンさん、私はあの人がサンタさんだからこの後会いに行くの。だからカレンさんは早く寝なさい。カレンちょっと横になるね。自分の人生歩み出したばかりで距離感わかんないけど信頼できるカレンちゃんにはうざがらみする綾部さん好き。お兄ちゃんも気とか感知できるようにならないとダメだよ。最近なんとかツバメは橋で捕まえられるようになったのに。混ざっとる混ざっとる。12歳と13歳と14歳の時と15歳と16歳と17歳の時もカレンはずっと待ってた。夏なにおすか。カッコトレセン学園在学中は全く相手にされてない。な、何を。カッコ歌手。元ネタと違って一度も振り向いてもらえてないのが逆に哀愁を誘う。サンタさんへクリスマスプレゼントはお兄ちゃんが欲しいです。よろしくお願いします。より。これラストブロッサムカッコ前傾。カレンちゃんのトレーナー、ダイワスカーレットと密会か？スクープ。朝いなくなってたトレーナー捜索の有力な情報提供に感謝なのよね。そしてファン感謝祭の決戦へ。はい、トレーナー首くくります。浮いててくくれませんでした。実際にこれをやるとお兄ちゃんは自分の未熟さゆえに完璧なカレンのイメージを損ねるような真似をしてしまうとはとか言いながら翌日には置き手紙だけ残して一人で山にこもるからおすすめしないよ。熱愛カレンちゃんのトレーナー、謎の美女とクリスマスデートか。なお二人は大量の缶ビールとおつまみを買った模様。こうして生まれたのがカレン萌えというわけ。お兄ちゃんが3年酒立ちした影響でお姉ちゃんがああなってしまったのか。SNS 女王がメディア操作し始めたらいよいよ本気で落としにかかってることになるぞ。まあ卒業したら確実にくっつくだろうし、ほらタブできてた。カレンちゃんのとこもかなりいいとこの家みたいだけど親御さんはお兄ちゃんへの構成に何も言わないのか。くっくしてるから言えないのだろうか。
お兄ちゃんさんは清めの塩でもまとってるのかってくらい美薬の類が効かないので理性を完全に吹き飛ばす薬と穴あきの樹脂カバー必須っすね。なんで知ってるの？騎士アマゾンアルファ理性飛んでたらカバーいらなくない？カレンの勝利カッコレースに限るにこだわってる限りで脱できないのよね。そこがいいんだけどカッコカシュ。熱愛報道タグできたけど、大半のトレーナーが熱愛？誰が？俺？みたいになってそうなクソボケだけどいいんですかね。クソボケだからこそ不正事実をクリエイトして退路を断つんだろ。カレンちゃん本当に良い子なのになんで出すかとバッティングさせたん。下脱レベルの神秘が無駄な抵抗と切り捨てられてしまうのが恐ろしい。カッコ鋼鉄の意思発動。成人して合法になったら、毎晩のように潰れたカエルみたいな姿で可愛くない声を出すことになるのだから。お兄ちゃんの理性に視線で伝えるカレンちゃんかな。ウマ娘は本当にキャラのモデルが可愛いな。デートを激写されスクープとなるがその後、月刊ムーバリに浮遊するお兄ちゃんがすっぱ抜かれ話題がそっちばかりに塗りつぶされるカレンちゃん可愛い。尾行ペガサス、カレンちゃんについて確信をつく。カッコまずいっす。カッコ悪の女王とか言っちゃダメっす。カッコ怪人を話し悪女王とか言っちゃダメっす。尾行シナリオを見た後だとこの発言も捉え方が変わってくるな。怪人役なんて言ったら悲しくなるよな。カレン先輩もヒーローだ、くらいは言う。勤めて理性を働かせてヒーローごっこをする中学生だという事実を思い出している顔。ビコペシーズン2があったら確実にボス枠の一人。カレン先輩って真顔だと怖いかもな。勝負服とか完全に悪役女っすね。え、丸い格好した悪の女幹部っす。意外じゃなくてバッチリじゃないっすか。短距離馬娘は筋肉馬娘という風潮があるらしくてダメだった。ボノ、爆心、カレンちゃん、なるほど。おかしい、筋肉馬娘にしてはキングは細すぎる。カナロアマンに一度は勝つけど最後は退治されてエンディングではバツバツバツされる怪人。怪人のカレンちゃんも可愛い。悪の女王カレンちゃんに逆らえないオルフェちゃんは可愛い。言われてるぞメイクラトレーナー。わかりました。では鉄のスケジュールとして大阪杯、春天、安田記念、宝塚記念、2週間後の OP レースを組みましょう。なかなか強烈な言葉だな悪のスケジュールって、いつだったか忘れたけど、公式の G1 応援イラストで悪の女幹部役をやっていたカレンちゃん。全のスケジュールにした結果ゲームシステムで強制ゲームオーバーにされるマヤのトップガンもいるんですよ。RTTT のサイトのカレンちゃん紹介欄とか終盤で裏切る役か犯人かなんかかってまがまがしさだもんな。あれは背景の色が悪い。なんで白とかピンクにしなかったのか。なんで背景をあんなまがまがしい感じの色チョイスしたんだろうな。本命にいくらアピールしても関係が進展しないあたり妖艶な女幹部枠。見た目はオルフェのがそれっぽいのに。露骨なやつよりカレンちゃんくらいのバランスのが上級幹部だったりする。光落ち展開にも使いやすいしな。うらら金作と呼ばれたあれは悪のスケジュールだったかもしれねえ。待ってくれカレン、話だけでも聞いてやってくれ。お話ししたらカレンの独壇場なんよ。最終フォームでも勝ち目がないタイプのラスボスかな。ふわふわ千人の布団乾燥機を刺して出力最大でようやく倒せる感じの。なお正統派の出すか、ビブロスみたいなヒロインあたりには敗北する模様。意外と需要はあるもんだよ、悪女枠。それでは今回の動画はここまで。ちなみにウマ娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。